3つぐらいかな行きました。ちょっとおねんねしてました。サンズ来た、あ、もう来た、よかった、もう来ましたね。そっか、30分ぐらい前に送ったのか、思ったよりあれだった。はい、ということで、なんと11月23日土曜日の17時に一夜限りの脳内パラダイス公演が決定しました。2通しか来ない、あれ3通送ったよ。はい、脳パラが決定しました。そう、あの配信中にもちょっと言ったし、あのメールにも書いたんですけど、改めてそう、6周年なのになんでっていう多分絶対あると思うから、まあ、説明すると、本当は5期生だし5周年で5でね、せっかくならノーパラ5周年でやろうっていう話が出たんですけど、日程が合わなくて、そうそうそう、日程がなかなか合わなかなか日程がなかなか合わなくて、そう、どうしてもちょっとできる日がないっていうのと、去年はやっぱコンサート、まあ、今年もあるんだけど、そう、でもちょっと時間的にちょっと厳しいっていうのがあったので、そう、結局できなくて、まあ、でもやっぱ今のこう規制でこう今の7人ギリギリなんですよ、いろいろ考えた結果。そうそうそう、ユニットもそうだし、もうできるってなったらもう7人、ここがギリだから、もう今のこの7人がやっぱ6年目だしさ、何が誰がどうなるか分かんないから、今後寂しいですけど、そう、まあ、全然そんな予定はないんですけど、そう、聞いてるとかないけど、でもやっぱその7人がギリだから、あの、せっかくならみんなでやりたいよねっていうことで、そのまあヨッピーさんなり、ね、マネージャーさんなり、シュミさん、かぼちゃありがとうございますに、こう去年できなかったからせっかくなら今年やりたいんですよねっていうふうに今ちょっと持ちかけてみたんですよ。ほんでそしたら、まあ、せっかくならじゃあみんなでやろうっていうふうに言ってくれて、そうで、その時私その聞いたんですよ、なんかやっぱ卒業生とかユニットとかで出た方がやっぱファンの人は喜んでくれますかねみたいな。そうでも、そしたらでも今 HKT として頑張ってくれてるのはその5期生の7人だからみたいな、だからやっぱそこでやるなら俺はその7人に、やってほしいみたいな、7人でこう頑張ってほしいっていう風に言ってくれたので、そうじゃあ7人でやろうって。でもやっぱ私そこ嬉しかったなって思ったのが、やっぱ正直まあね、まあ言っちゃえば楓とかリミカとかさ、なんかこう5期生のこう中心となってがっつり引っ張ってくれてた子たちがやっぱいるわけだから、正直そこが出た方がやっぱりまあその人たちのファンの人的には嬉しいじゃないですか。せっかくやるなら呼んでほしいみたいな、絶対思うファンの人って正直いると思うんですよ。なんか呼べるなら呼んでよみたいな、見たいんだからっていう人は絶対いると思ったし、そうあれだけど、そう思ったんだけど、でもやっぱそう今頑張ってくれてるのがその7人だからっていうふうなことを言ってくれたのが私はすごい嬉しかったです。まあ実際なんかやっぱヤフーニュースとかでその卒業とかのさ、やっぱあれが出るとさ、書かれたことあるんですよ、あの5期生はなんか優秀なやつから辞めていくなみたいな、なんか人気のあるやつから辞めていくみたいなの書かれたことがあって、結構私はそれがショックだったの。まあ確かに、まあ確かに傍から見ればそうかもしれないっていう時もあったけど、もちろんだってまだその時って多分5期生で選抜入ってるのがその4人とかだったから、4人とかっていうか、そのリミカ、楓、伊吹、くるみとかの4人で、まあ、その中のもう2人抜けちゃうわけだし、まあ、正直そういうのを書かれたことがあったから、結構私はそこがね、まあ、なんかちょっと心にやっぱ一部残ってることってあったんですよ。そうなんかだからこそそういう風に7人で頑張ってほしいみたいな、7人が今頑張ってくれてるからって言ってくれたのが私はすごい嬉しかったなって思います。
後輩メンバー出たいメンバーを出して、そういうコメント今ちょっと思んないかも。今それ全然嬉しくない。5期生でやるって言ってるじゃん。そう、なんかそれが書かれたのが結構私はショックだったからまあちょっと今ではネタにできるんですけど、書かれた当時は結構なんかあ、私っていらないのかなみたいな結構思うぐらい、やっぱちょっとショックだったからさ。だからそういう風にスタッフさんが言ってくれたのはめっちゃ嬉しいなって思います。そう、まあ、ということで7人でさせていただけることになりました。で、で、推しドリンクも当日販売されますので、ぜひ当たらなかった方も飲みに来てください。味はね意外とまあ美味しいです。思ったよりは美味しくな、7個混ぜた割にはっていう、はい、ノーパラ自体オタク離れてたけど、そうなんですよね。私の多分ファンの人、ノーパラやってる時からのファンの人って多分そこまでいないと思うんだよね。わかんないけど多分 3割ぐらいじゃない、いても。うん、色はねめっちゃ綺麗だったの。マジでノーパラ見たことある私のファンの人3割もいるかいないかぐらいじゃない、初期からの人。やっぱ最近とかコロナ禍入ってからのファンの人が多いから、だからまあそのもちろんノーパラ来たことあるファンの人も来てほしいなとも思うし、そうでもそうじゃない新しくファンになってくれた方もね、ぜひ応募してくれたら嬉しいなと思いますね。そう、5期生誘致は去年だから、そう公演できたらよかったんだけど、そうそう、まあできなかったので、公演ぜひ5期生誘致は見に持ってきてください。はい、ぜひお願いします。ユニットとかもなんとなくは決まってます。だしやっぱちょっと7人なので、ちょこちょこアレンジする部分とかはもちろん出てくると思うけど、さ全体曲とかやっぱまだ全然できてないのでやばいなって感じ。そう、だからちょこちょこ多分本家よりは立ち位置とかもそうだし、人数とかもいじったりするとこはあると思います。うん、でも本当しおり先生にお願いしますって言ってるから、しおり先生と頑張りたい。エスプッチンさん、魔女のクマタワーありがとうございます。イエーイ、ありがとう。かわいい、飛んでた。その日だけ劇場で販売したら買います。何を？タモちゃん、かぼちゃありがとうございます。一通りユニットは全員経験あるのかな。そうね、別にこのユニット誰もやったことないとかはないね。そう、まあでも周年のほんと3日前とかなので、まあ、ちょっとお休み取れない人もいるかもしれないけど、青白竹さんハッピーハロウィンありがとうございます。そうちょっとねあれがあるんですけど、でもほんといっぱいの人が応募してくれたら嬉しいなと思います。あ、やっぱ5期生すごいじゃんっていう風に、やっぱまあ言い方良くないかもしれないけど、まあ、倍率っていう面で見るとさ、やっぱ5期生一夜限りとはいえすごいじゃんっていう風に思わせたいので、ぜひ皆さん応募してください。そうなんですよね、誰か見に来てくれるかな5期生。
クドハルとなんかピナは来そうなんだよね。そう、ぜひ皆さん応募期間とかちゃんとね確認してくださいよ。昼公演だったらいけた。夜ですね、さすがに。若いのはその日福岡で仕事する。あ、そうなの。はるちゃんは私の6つ下ですね。だから私が20だから18。え、若っ。え、若っ。まだ18、怖っ。え、18、やば。しるちゃん、かぼちゃありがとうございます。え、こわ、まだ18、あの子ガキンチョじゃん、こえよ。ガチやだ、こわーい。18はやばいって、やばくない、恐ろしい。時が経つの早いのか遅いのか分かんなくて恐ろしい。いぶきは5個下だから19ですね。そっか、りなが入った時ぐらいか HKT に。ひこわ。いや、いぶきは1個下。あ、じゃあいぶきははるちゃんの1個上。やばすぎ、怖い、やばいよ、はい、まだガキだ。そうね、なんかさ、全然話変わるんだけどさ、今なんか宣伝部のあれでなんかちょっと私のツイッターのおすすめがちょっと荒れてて、ちょっと気まずいんだけど、どうしたらいいと思いますか。どうしたらいいと思う。首はま突っ込みたくはないけど、ちょっとなんか荒れかけてるんですけど。いや、荒れてるっていうか、なんかその私がやっぱ結構さ、ドームに行って発信したりするじゃないですか、あの行ってるみたいな、行ってるよみたいな、結構行くし投稿もするじゃないですか。だからあの、だからその鳥サポさんの中でやっぱ何人かそのなんか来てくれるのすごい嬉しいみたいな、ちゃんとこうサポーターとして応援してくれるのすごい嬉しいって言ってくれる方がいて、でもなんかでもやっぱ他の宣伝部の方でこうなかなか多分来てるのか分かんないけどツイートしてるのかも分かんないっていう方々がやっぱ何人かいるわけなのよ、過去にその任命された方で。でそれであの、いやもうクイナちゃん見習ってほしいですみたいな、そうっていうのに対して、その中村慎吾さんっていう方、宣伝部の第1号の方なんですよ。ニータンパーク の司会されてる方です。そうそう、ニータンパークの司会されてる方がそのツイートに対してみたいな、なんかそう、まあでも応援の仕方は人それぞれなのでみたいな、そうだからあのそういう風に他の人のことを悪く言うのはやめてほしいですっていう、そう
まあだから難しいよなっていう。まあでも、うん、まあ確かに、うん、いやまあどっちの意見もわかるっていうね。その各いろんな応援の仕方があるからこそまあいろんな応援の仕方があるのはそりゃそうなんだよね。でもまあ確かにそれは宣伝部っていうものに入ってるからこそ、その現場に行けないとしても、例えばそのツイッターとかでこう今日も頑張ってとか、まあ発信する、私でも、うん、まあでも私は多分アイドルで SNS 慣れしてるからこそ、そういうのはちゃんと任命していただいたからには、ちゃんと私は仕事もそうだし、まあ、プライベートでも応援してるからこそ、ちゃんと発信したいなって思うからこそ私は発信してるから、まあ正直その SNS 慣れとかは正直あると思うし、私はちゃんとそういうのはしたいなって思うからやってるんだよなっていうのは私はあるからこそ、まあ、現地行けないとしても、まあ、確かにツイートとかはした方がいいのかなとは正直思うけど、まあでも確かにその中村慎吾さんが言うその応援の仕方は人それぞれっていうのも確かにそれはそうなんだよね。別にグッズを買ってないから応援してないっていうわけでもないし、別にもしかしたらツイートはしてないけどダゾーンで見てるかもしれないしっていう、そうとかツイートはそのしてないけど現地には来てるのかもしれないっていうのはあるから、そうなんだよ、人それぞれっていうのはあるからあれだけど、まあただ、まあ、ただ多分そのツイートした人的にはお仕事なんだからっていうのは正直あると思うね。私もそこは同意見ですね。私結構そういうとこはちゃんとしたいタイプなので、特にだって私なんて正直アイドルだし、あのぶっちゃけまあ私個人対トリニータで、トリニータの方が知名度が高いからこそ、私が多分お仕事とかでイベントとか出させてもらって何もその後ツイートもしなかった、しないのに任命されてたら、そりゃ売名って言われちゃうとは私は思うんですよ。だからこそ私はちゃんと発信しなきゃいけないと思うし、しかもその発信しなきゃいけないっていうのもお仕事っちゃお仕事なんだけど、でも個人的にもしっかり応援したいなっていう気持ちがあるから、今は一サポーターとしてもだからこそ、こうなんだろう、みんなにその知名度として利用してないよっていうのをより伝えたいっていうのもあるからこそ、私は宣伝部に入らせていただいたことでよりちゃんとしないといけないなっていうのを思いました。うん、まあでも正直売名って思われるっていうふうに思った方がいいなとは思いますね。あのだってやっぱ J リーグの試合に出てるチームなわけだから、まあ言っちゃえば全国的な知名度はあるっちゃあるじゃないですか、そりゃ。だからこそあの本当に好きだったら売名って思われないように何かしらのアクションを起こすべきだなとは私は思いますね。うん、まあそうね、人を下げるのは良くないかもしれないけど、まあ、私は褒められた側だからちょっとあんまりこう強く言うのもあれだけど、まあでもまあ、まあ言っちゃうぐらいっていうのは正直あるんじゃないですか。私もだって中村慎吾さんはもちろんさ、ニータンパークでずっと頑張ってくれてるしあれだけど、他のアーティストさん私見たことない気がする、ツイート。別にだからといって私が偉いとは言わないですけど、でもそういう風に思われちゃうのは仕方ないのかなってちょっと心の中では思っちゃいますよね。今言いましたけど、口出しちゃったけど、別に自分が偉いとかじゃなくて、確かにそういう風に言われてもおかしくないんじゃないかなとは思っちゃう。そのこっちの表に出る側の人間としては、それはツイートしなかったらそういう風に、別にツイートが全てとは言わないけど、そういう風に言われても、まあ、おかしくはないんじゃないかなしって思っちゃう。だからこそ私はちゃんと発信しようと思う、より
フト HKT チーム H のメンバーに全部投げちゃった。それいちいちコメントする必要ある？そんなん悲しい、なちゃんも欲しかったなんて言わないよ。まあだからね、そう、まあでも正直、まあ私も多分見る人から見たら正直売名に見える可能性もありますから。私だって、だって言っちゃえば、だって別にそんなさ、確かに最近は選抜にも選んでいただいたけどさ、でもやっぱ知名度的にはまだまだじゃん、全国的な。おいたんではまあちょっとだけ、そのラジオとかもあるし、たまにテレビとかも出演させていただいたからこそ、ちょっと知名度はあるけど、でも言うてじゃないですか、やっぱ大分の中でさ、栗山里奈かトリニータどっちがでかいかって、絶対トリニータの方もさ絶対トリニータの名前でかいじゃん。だからそれはまあ売名って思われてもまあ仕方ないとは思うからこそ、私はちゃんとしようと思います。そうね、言い方悪いけど、お仕事ならできる範囲でやることやるです。普通にでもまあその好きだからこそアウェイとか見に行くし、だってわざわざ好きだからといってさ、九州外のアウェイ見に行くって私は思うから、思うし、普通に私は応援に行きたいって思ったからアウェイも行くし、行けるとこはゴール。私スタジアムも行きたいから行くし、まあそうね、まあ売名でいいっていうのであればいいと思いますけど、まあでも本当にね、うん、だって私だって私あれだもん、別に宣伝部だからって言って、この前のニータの被り物もらったとかないし、全部基本買ってるもん。ファンの人にもらうもの以外は全部自分で買ってるし、アウェイに行くのだって自分で行ったし、チケット買って、トミカ、あ、トミカ買ったよとにかかった。うん、まあでもあのホームページに多分そろそろ乗るはず、そろそろ乗るはずなので、早く乗りたいなっていう気持ちはありますね。まあでもやっぱなんか、まあそれ私も関わってるそのツイートでちょっと荒れ気味というか、なんかそういうのを見るとなんか結構ちょっと心を痛めますね。うん、まあでも若干やっぱりこう、そのツイート見てる感じさ、なんか栗山里奈さんってすごいんですか、何がすごいんですかみたいな、そのツイートも見たから、まあ結局その後その人も多分私のことを調べて可愛いじゃんって書いてくれてたんですけどツンデレみたいになってたんですけど、そう、そうなんですよ、可愛くてよかった思ってないけど1ミリも。まあでも、まあでも本当そういう時につくづく思うのは、やっぱり鳥サポさんって優しい方が多いんだなと思いますね。うん、まあ、って声かけてくれる方もやっぱいるし、だしなんか応援来てくれてありがとうって言ってくれる方もいるし、たくさんだし、まあやっぱ最初はもしかしたらそういう風に思われてたかもしれないけど、でもやっぱ今は割とやっぱこう、なんだろう、
受け入れてくれてる方も結構多いからこそ、やっぱそういうとこでこうスンって受け入れてくれるのは嬉しいなって思います。まあ、なので来年はユニフォームをしっかり購入したいと思います。キックオフ大分にも出たいなと思います。感じですね。まあとにかくみんなはノーパラ来てねって話でした。先生の家事は触らないのが一番の召喚を、いやその家事をさなんか若干絡んでるっていうのがさちょっとなんか感じるよね。しかもなんかそこで何ですかみたいな、誰ですかその人みたいな感じになってっていうのが一番怖いんだよな。割と今までこう優しく受け入れられてきた方だったからこそさ、余計なんかこうついに来たかっていうこの飛んでくる感じ、巻き込まれて、でもその巻き込まれてるっていうのをひしひしと感じて、いや巻き込まれてるって言い方したら、まあ、当事者だからあれなんだけど、まあでもそのね、なんかそいつそんなにすげえやつなのかよっていうヤジでなんかちょっと小石が当たってるみたいな、あいたみたいなタタタタってなってるのがちょっときちゃうね、メンタルに。今まで私積み重ねてきたのにっていう言い方したらなんか売名っぽいけど、別にだって本当に応援はしてるから、もちろんだからこそあんないっぱい宣伝するし、トリニータ買ったよ載せるし、今だけは HKT ファン絡んで書かないよ、まあ、そうですね、みんなはして、みんなはもうあのね、私を擁護するツイートとかしないでください次は小石じゃなくてもう岩とか投げられるかもしれないのでまあでも私はね残り3試合ですけど、できる限りしっかり応援しようと思う。てかパブリックビューイング行きたかったんだけど、まさかの27かと思って、っていう、いやまあ煽りって言い方したらあれですけど、 HKT 全体のファンの方ではないですね。でもまあでもあの大分の方なので、リナは可愛い、いやそれは大丈夫かなうん、リナは可愛いっていうツイートは大丈夫です。まあそんな感じなので、皆さんは、まあ、静かに見守っててくれると嬉しいですね、まあ、そんな多分ブワーって燃え広がることはないと思うので、今からりなちゃんの選抜 T シャツが不具合で、いやあれりなちゃんのじゃなくて確か全体があれ不具合だった気がします。ファークライクの世に知らせなくていい、きじゃあ知らせといて、なるちゃんの生誕 T シャツいつ届くかな、トリニタからのお洋服プレゼンしようかな。トリニタカラーは青と黄色だから可愛いんだけど、青と黄色現実世界で着るとすごいあれだから、あの青か黄色とかにしてかそのトリニタの現場に着ていけそうなやつ、
16人分のマイルハウス15人しかいません。あ、そう、知ってる。この前グッズ担当の方とお話した時に本当に申し訳ないことをしてしまったって言って、すごい反省をしてました。マジで。なので皆さん叩かないであげてください。まあ、確かにそれはあれだと思うけど、ショックだと思うけど、本当にめちゃめちゃ落ち込んでたので、なるちゃんの生誕 T シャツ買ったよ。早く届かないかな。なんなら28の出張公演までに届いたらそれ着ていきたいんだけどな。大ピンチです。あと10分で逃げ惚れなくちゃ遅刻しちゃいそうです。逃げるにしかず本気出したら時間経ってもめっちゃ可愛くなれるもん。チュ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 なにゃ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 。髪伸びるの早いんだよね。まあ大丈夫、切るよ。脳内シャンセルとか一生流れてる。本当にね、 AKB 出張公演もすぐ、そう、もうすぐ。この失敗はちっちゃいか。でも私あんま覚えてないんだよ、サビ以外。前髪は足を少し切りました。前髪も伸びるの早いんだよね。世界征服、可愛いだけじゃダメですか。右左正面禁止させちゃう。可愛いものはみんなギュギュッとして、時は戦国ほのどこ持ちも多分本気出してた。でもあのさ、可愛いだけじゃダメですかのやつのさ、みんなでさ曲振りのさ、可愛いだけじゃダメですかってダメで決まってんだろうっていう人がめっちゃ炎上してておもろい。TikTok TikTok 撮ったじゃん、それ載せたよ。それでめっちゃ、なのマジ怖すぎ。まあでもそれは良くないわなっていう感じですけど、こんなに早く伸びるのは分けてほしい。無理だよ。みんなの成長因子で曲げようか、血液から抽出した。今の生写真めっちゃ髪の量多く見えるよね。でも今の生写真っていうか、昨日までのあのジャケットのモコモコのやつもリンゴちゃんしてた。普通に面白いと思ったけどな。いやあれは普通にあのアイドルからしたら思んないよ。正直それ面白いって思うな。ちょっともしかしたらちょっとそれはずれてるのかもしれないよ。みんなでやるならいいけど、一部だけはちょっとあんまりかもね。あのみんなで逆にいいよとかだったら、あれはあのめっちゃいいと思う。いいよの方だったらめっちゃ良かったんだけど、ダメだ、ダメに決まってんだろ。普通にあのダメです。何の話。いやあの今あのなんだっけ、グループ名スイートステディーさん、じゃあそれ違うわ、そのグループじゃなくてキューストっていう、あの一あのかわいラボで最近出た新しいグループさん、あの私も TikTok の人さ、かわいいだけじゃダメですかの音源のやつ、あの右左正面禁止させちゃう、可愛いものはみんなギュギュッとして、時は戦国おのどこ持ちも多分本気出してたみたいな歌の、そうっていうグループさんの曲名が可愛いだけじゃダメですかなんだけど、その、 あの曲振りの時に
メンバーさんが可愛いだけじゃダメですかっていう曲振りした時にあのファンの方がそう一番最初のその曲振りでダメですかって時ダメに決まってんだろって何人かが叫ぶっていう、それをちょっとあの TikTok とかで叩かれてたっていう、そうあれそれは良くないよねっていういいよの方だったらめっちゃおーってなるんだけど、そのみんなでいいよみたいな感じだったらそのファンの人というかそのグループの一体感として良かったんだけど、何人かがダメに決まってんだろうって言うとそりゃ叩かれるよねっていう話。メロンジュース始まるかと思った。メロンジュースなんで衣装店の後半、今日あ今日最終日だったんだ。そっか22までだもんね。うわーそっか。でも正解な気もする。何がそれがでもそれが正解だと思うのはちょっと変なんじゃないって、わかんない、ファンの人からしたらネタなんだろうけど、どうなんだろうね、メンバーからしたら。私だったらちょっと嫌だなーって思っちゃう私だったらね、なんかその配信とかこういうね、配信とかあとなんだろう、その個人であのチェキの時とかにこうネタで一緒にやるならいいけど、ああいう他のアイドルさんがいる場とかでされると結構あわわわわわってなっちゃう。まあ話題には確かになるけどね、でもいい話題のなり方にはならないんじゃない。カメラワーク見ると台本と思うけど、えあれでもあれじゃないの、その撮影可能タイムだったから、その仲間うちのファンの人が撮ったやつじゃないのあれって、仲間のファンの人が撮ったみたいな。面白いから受けるんじゃない。まあでも HKT が例えば、例えばだけどさ、じゃあ曲振りでさ、じゃあそれでは聞いてください、キツは待つしかないのでしょうかって言った時にさ、待つわけねえだろとか大きい声でさ、そんな何人かに言われたら怖いし、ごめんなさいってなるってなるし、それと一緒だからね。 HKT だとまあキツ待ちとかそんな感じだからね、そのかそうだよ、それ HKT で、まあ HKT だからっていうのはあるかもしれないけど、待つわけねえだろって、キャー怖ーい、スタッフさん飛んでくるぞスタッフさんピューって飛んできちゃうよ。すいません、キスしませんか、するわけねえだろちょっと違う気もする。もうそれでちょっと違う気がするっていうならもう仕方ないよ、それまでだよ。ゆいなちゃん泣きそう。そうだよ、ゆいなちゃん泣いちゃうよ。明日から博多行くので荷造りかな。あ、本当うちの部屋泣かしたら殴っちゃうからね。まあでもそれでそれが良しとするなら、その現場にまあ行ってる人たちがいいって言うならいいって言うしかないよね。それでも好きでいいって言っちゃっているってあの人が言ったら、いるわけねえだろとか言ってきたらもう怖い。
それを面白いって思うのがちょっとあれかなって思っちゃうけど、まあ私が突っ込む界隈じゃなかったよねっていう話で収束させたいと思います。みんなって今も我慢するけど、そうで、なんかさよく言われがちなのはさ、ちっちゃい時にさなんかめっちゃ綺麗な子ってやっぱ大人になったら顔伸びしちゃう子が多いって言われるけど、あの子はずっと可愛いままだろうね、ほんと。まあでもさ成長したらね、そうなっちゃうの仕方ないけど、ゆいな可愛いよね、ずっと。 B さんはなぜ泣くの、それだけ聞いてください。 B さんはなぜ泣くなるのか知らねえよ。君が代でも君だけ、おお、君が代の国家やぞ、うちらの。ご紹介キャッチでかぼすなわけねえだろうって言わないで、それは怖すぎるやろ。それはさすがにあれじゃない、それはさすがにちょっとええー、嘘だーってなっちゃう。なちゃんがユイナって言ってるのがユウナに変わらない。ユイナかわいい、ユイナマジかわいい、はんってなる。なんかサンドイッチ食べさせたくなる、何言ってるか分かんないけど、なんかサンドイッチ食べさせたくなるんだよな。おいしいって言いながらサンドイッチ食べさせた。いやメロンパンじゃない、サンドイッチです。なんかおいしいフルーツサンドとかを食べさせてあげたい、ゆいな。好きな食べ物なんだろう、ゆいなの。私もなんかこう爬虫類とか飼ったら仲良くなれるかな。カレーが好き、え、かわいい。カレーでもママが作ったカレーが一番好きそうだから、カレー作っていってもな。近づいてはいけないけど、なんだよあんなかわいいのに逆に。まあでもユイナのタイプは絶対に近づけば近づくほど離れていくから適度な距離を保ってます。でもユイナなんか最近嬉しいのが、ユイナがすごい笑ってくれるんですよ。もともとちょっとゲラっぽいんですけど、なんとなく最近気づいたんだけど、ユイナって意外とゲラなんですよね。多分笑い方はそんなになんかゲラって感じの笑い方ではないけど、でも意外とあの子すぐ笑うんですよ。なんかちょっと私がその裏で話してる時とかに言ったことに対して結構笑ってくれたりすると可愛いなーって、嬉しいなーって。遠くから綺麗な子だなーって見てるくらいがちょうどいい。どういうこと、じゃあリナの握手会に来るのってどういうことねえ。ちょっと詳しく説明してみなさい。そうね、壺入ったら止まんなくなる感じだと思う。そういうことでしょう。綺麗すぎるからこう遠くから見てるぐらいがちょうどいいってこと。じゃあ近くの私はどういうこと。ねえどういうこと、ちゃんと説明してみ。なんで私には近づけるのかな、私のとこにはちゃんと握手来れるってどういうことかな。
だって綺麗すぎる子には近づけないんだよね。でもリナの握手とかハイタッチとかさ来るよね。え、リナには近づけるってことでしょ。どういうことかな。ちゃんと説明しようか。理由によってはちょっと私の拳がクーってなる可能性はあるよ。納得できる理由を言いなさい。逃げた、逃げた、逃げんな、ぶつかってこい。年齢差あるほど遠くで見るって感じじゃないかな。違う人がフォローしてくれてる。そうだよね、年齢もあるよね。うんうん、それは仕方がないことかもしれないね。キューベみたいな喋り方。魔法少女にならないか。アニメで言うと私夏目友人帳を見ようと思います。なんか TikTok で流れてきててちょこちょこ、そのなんか解説みたいな、このお話はみたいな解説みたいな流れてて面白そうと思ったから夏目友人帳見てみる。しかもあれシーズン6ぐらいまであるんでしょ。だからいっぱい見れるじゃんと思って。わかんない、コメントになんか7シーズン7楽しみにしてますみたいな書いてたから、え、6も出てんのみたいな。そう、私なんかちょこちょこグッズとかさ、セブンのその一番くじとかあるじゃない、ローソンとかも、なんかああいうのよく見てたからさ、なんか猫、デカめの猫っていうのはぼやかるんだけど、そう、だからそれの出てたからすごいなんか有名というか、なんていうの、めっちゃそれ知ってたんだけど有名なんだろうなっていうの、ちゃんと見たことなかったから。ランマ2分の1みたいなの見たことあるよ。一時期ちょっとだけ見てた、あのカートゥーンネットワークとかのチャンネルで流れてるやつ見てた、弟と一緒に。水かかったらなんか女の子か男の子で逆もあるみたいなやつ。そうそう、なんとなくキャスト同じでリメイクしても、あ、そうなの。うるせえやつらはラムちゃんのダッチャーしかわかんない。逆上がりの寸劇、あれマジでさ、1回目は台本通りにやってるんですよ基本的には。でも2回目からやっぱちょっとずつさ、こうアレンジをしていくんだけど、アレンジの仕方が難しすぎて、そうだからもう本当に1回目は全然いいんですけど、2回目に関して大丈夫かなこれでみたいな。そう、1回目はその脚本書いてくださった方とかと、そのリハみたいなのっていうか、その、まあ、みんなに参考動画とか撮るから、そういう風に指導とかしてもらえるんですけど、2回目とかから結構やっぱ忙しいから、毎回だとなんかもう自分たちでここ変えれるとこはこう変えようみたいなやってたら、本当にもうこれリハするたびに大丈夫かなこれでみたいな、めっちゃ不安になるあれ本当に。同じキャストでいるってすごいよね。あんまりそわそわしないで、
あなたはいつでもキョロキョロ、よそ見をするのはやめてよ、私が誰より一番。本当即興劇みたいになってるんですよ、マジで。原型消えてます。新しいの出るたびに1回目が原型だと思ってくださいそっから全部アレンジになります。ラムのラブソングステージで歌ってほしい。やだ、声質があって。あの声質じゃないもん、みんなは。ハロウィン衣装ラムちゃん、エッチだね結構で私ホットリミットやりたい。それならちょっと隠すとか隠すけど、ちゃんと。なんか面白いネタ系の仮装ってないのかな。なんかない、探してるけど意外とないんだよね、ネタ系って。男の人っていくつも愛を持っているのね。なんで隠すの。隠さないと怒られるからです私の問題というよりは怒られるからです。と見て AKB 印象があるはず。あの高見さんが前やってたよね。なんかネタ系のないかな。ネタ系って言い方したらあれだけどさ、なんかないかな。夏祭りでしげさんが、秋吉さんも歌ってなかったっけ。いつか歌ってないっけ。女性用のないかな。私ねアマゾンで調べたんですよ、西川さんの。西川なんて読むんですか、これは。コスプレ公式ホットリミットスーツっていうの、公式のやつがあるんですけど、男女券36,800円で売ってます。やばい、これ本当に本物、本当に。これ高則さんか、これ本物本当に大丈夫そこ。36,000、公式って書いてあるけど絶対これ公式じゃないでしょ。公式でこんなの売ってたことあるの。でも TM レボリューションって書いてます。本当にこれ。もうちょっとこう安いのないかな。あ、ヤフーショッピングだと5,480円で売ってますね。レプリカ、あ、レプリカね。なんか、どうしよう、何にしようかな。なんか特徴的なのってないのかな。雑誌のように私のページがめくれるたびに。面白仮想で調べるしかないな。あなたの瞳の奥にとって私なのこっち
想大賞参考にして、なんかないかな。でもネタに走りたいんだよなネタに走りたいんだよなってどうなのって感じですけど、ファンの人からしたら正直絶対ネタは見たくないんだろうけど、私はネタで行きたいんですよね。ごめんね、可愛いのしてほしいんだろうけど、配信でするわ。それならこの配信で可愛いのだったらフラミンゴお笑い系コスチュームめっちゃおもろい、顔にフラミンゴついてる。どうしよう、みんなちょっとなんか面白いやつ探して。あ、これいいし、これこれいいな。色がないじゃん。真夏の不祥事も気次第で。これあ、なんで色が出てこないんだけど。あるよって書いてるのに色がないって書いて、え、なんで下にあるのに、なんでここに書いてるのにさ、ダメなんだろう。ちょっとカートに入れてみるか。え、カートには入るんだ。カートには入るのに写真で出てこないってどういうこと。可愛いか、そうあるんだけどな、可愛くないのがいいから。可愛いのなんてどうせみんなが可愛いのやってくれるんだから、うん、私が面白いのをやったるんで。メジロンの着ぐるみ大丈夫そう、著作権的に大丈夫そう。まあ私のファンの皆さん本当に毎回毎回ネタに走ってごめんなっちゃい。そんな私も愛してね。スカート、あー、マネージャーさんにちょっと送ってみよう。かぶってないかをね、マネージャーさんに聞かないといけないの。大分県で着ぐるみの会社行きます。え、メジロン、そん、え、メジロンでかくね。しかもメジロン見たことある、直で。あ、でかいからね結構。あれめちゃめちゃでかいからね。え、なんかさ、レジにはさ入ってんだけどさ、そレジのさ、その商品押したらさ違う色が出てくるんだけどさ、その私が注文したいやつと、それはどうしたらいい、大丈夫それ。
なんでだろう、そんなことがありえるのか。目じゃでかいよね。ずんだもん、ずんだもんやったらずんだもんはしないかな。ずんだもんはしないね。ずんだもんなのだ。説明で色が書いてるのは大丈夫かな。いやでもね、売り切れてるわけじゃない。カートにはね全然入れるんですよ。そうなんですよ。なんだけど、でもこれ届かなく、何日までに届くって書いてない、書いてないっていうかさ、あれだからさ、届かなかったらちょっとやばいよね。あ、でも楽天にもある。でもね、怖いんだよね。アマプラとかじゃないとさ、すぐ届くかどうか分かんないからさ。しかもお取り寄せ。なんで。マニュアルいらないな。仕様でこのここで買うやつめちゃめちゃいらないね。あ、これお取り寄せじゃなさそう。1日2日以内に発送予定。発送予定怖いね。3980円以上で送料無料で3912円なんだけど、ずるくね。あと40円なんか買うしかないやんけ。でもこれはおもろいだろうな。これよりとやって出てったら、いつもこういう時一番、いやそれはもちろん皆さんを楽しませるためにやっぱりこういうね、やっぱしっかりちゃんと選ばないとね。マツケンサンバのあれにしようかな。マツケンサンバ、過去に候補あったけどしなかった仮装コスプレとかあるの。いおりと2人でラクダをしようかってなったんですけど、ラクダなんかペアで仮装って調べたらラクダって出てきて、ラクダなんか超なんかチャチい感じなんですけど、ラクダができるやつがあって2人でこうラクダを履くみたいな、なんだけどマネージャーさんにこれどうって言ったら一心同体すぎるからダメって言われて、そうラクダダメでした。二人で一緒にやるやつだから、一緒に着るやつだからダメでした、一心同体すぎる。あと多分だけど椅子に座れないっていう。でもゆうちゃんに今あのこれどうっていうのを送ってみたので、はい
57分だ、早っ。てかやばい、そろそろなんかちょっとだけダイエットしなきゃ。ほら食べ過ぎ。ダイエットしようと思ったら先みんなで今日なんか食べようよってなっていっぱい食べちゃったから、ヨウちゃんして、でもヨウちゃんは多分ね OK っていうの。てかね、あの逆にね、今回ヨウちゃんもね可愛いのじゃなくて、ね、ネタに走ろうとしてるんですよ。じゃあ58分ランキング読む。13位マジックさん、ありがとうございます。12位トシさん、ありがとうございます。11位つかささん、ありがとうございます。10位チョクさん、ありがとうございます。9位ヨシヒロさん、ありがとうございます。8位オルガさん、ありがとうございます。7位長十郎さん、ありがとうございます。6位しゅんくん、ありがとうございます。5位青白竹さん、ありがとうございます。4位しゅんみさん、ありがとうございます。3位しるちゃん、ありがとうございます。2位たもちゃん、ありがとうございます。1位やすとっちんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ノーパラの応募始まったら、始まってる、始まったらみんな応募してください。はい、みんなでパッ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 パラダイスします。初めての印象は目立たない男の子、年の瀬にやってきた間の悪い転校生。明日アイア行く、お、よろしく。アイアもそう、明日楽しみます。ぜひよろしくお願いします。じゃあまた明日、バイバーイ。